て夜パッて行ったの。でバーってエブリッジまでね、エレベーターで上がってって、そしたらその先輩がいて、おーっつって、おー来てくれたんだ、ちょっと紹介したい人いるからさ、僕から連れてきたのは長澤まさみさんなんです。実は俺すっごい昔に共通の知り合いの結婚式でご一緒したことがあって、うん、あ僕すごい応援してます、その結婚式の時にね、応援してますっていうのはロボコンがすごい好きで、エイブリッジで会った時にリップサイムっていうバンドやってます、リョウジと申しますって言ったら、長澤さんが覚えてますって、ロボコン見てくれてた方ですよねみたいなって言われた時に完全にロックされてる。そういう人で会ってください。はい。はい。